はい、30分ほど歩いてこれだけ開きました。まあ、海岸にね打ち上げられてるだけでこんだけあるってことはね、海の中もいてどうなってるんでしょうかね。ちょっと想像したらゾッとしますけども、まあ今回ねこの拾ったエギたち、まあ、僕的にはもう保護をしたと思ってますので、保護エギということにします。でね、この保護エギで釣りなんかできたらいいと思うんですけども、ちょっとねあのメーカーとか重さとか全くちょっと分かんないんで、まあ、調べようとも思わないんですけどもね、できるだけこの拾った状態で、使っていきたいなと思っています。まあね、こういうのなんかもなんか綺麗にねシール貼ったり色なんか塗ったらそれなりのものができるんでしょうけども、あまり、まあ、そういうことはせずにできるだけオリジナルっていうか、まあ、このオリジナルのままこのまま一回使っていきたいと思います。これなんかもめちゃめちゃ綺麗ですね。ほぼ皿ですよね。でもうこのスナップもねそのまま使っていきたいと思います。まあほぼ全てのエギにこのスナップはついてるんですけどね、まあ、まあ当たり前ですよね。まあ考えたらここから切れるのはまあ当たり前なんですけども、そのままね、使っていって釣れたらいいなと考えてます。はい、ダイソーで買ったこのね弁当箱のようなケースに入れて保護したエギを家で持ってきました。こう入れてる時に火がついたんですけどね、これあれですね、フラッシュブーストとかですね、これはちょっと期待できるんちゃいますかね。うん、まあね新子なんでね、このサンゴあたりこの他にねちょっとスタートしたいと思います。当たりましたね。当たりましたよ。危ないな、危ないなこれ。うわ怖っ。おあれかぶるぜこれ。しようしゃあないよな。うねりが入ってきた。やばい、来た来た来た、うねりが来た。怖い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 。うわー、いやいや、怖い怖い怖い、やばいやばいやばい、波が、
危ない危ない、こんな命がけであることちゃうからね。アマゾンで買ったマリンシューズ、こんなとこでもね滑らないですよ。うねりが来た、でかいぞ。よいしょ。あとね、今日は大潮なんで1時間もしたらここは沈みますので、とりあえずまた場所を移動します。もう一頭ぐらい投げたいな、その辺ちょっとやってみたいけど、もう一頭だけ。はい、アマゾンで買ったマリンシューズ、こんなとこでもねなかなかね頑張ってくれてますんで、いや危ないな。うわ来たで、これ来たよ。よいしょ、この辺からキャストしてみます。ほんまね、あの先からやりたいんですけどね、なんかあった時逃げれないんで。あ、ええとこ行ったわ、ええとこ行きましたよ。危ない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 、場所変えます。こういうのはね命がけでやるもんちゃいますからね、安全な場所に早いうちにね安全な場所に避難する、これはもう鉄則ですね。雨でも台風でもそうですけどね、早い行動ね。あと1時間もしたらね、ここも多分水に浸かると思うんで、もったいないですけどね、地合いっちゃ地合いなんですけど、撤収ですね。攻める、登れ登れ、やっぱ坂道はきついです。じゃない方のデッキ版なんで坂道はきついです。アクセルベタ踏み、すごいエンジン音ですね。かなり無理してるのがね分かりますね。よいしょ、登り切りました。ポッチ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 、このあれですね、デッキ版のこのウインカー音いいですね、かわいいですね、こっちこっちって言ってくれてるみたいですね。声は超かっけー、パンパンですね。あらら、ダメか、あの味バケツみたいな気になるね、あの味バケツ。うわもう半ズボンきついな、痛い痛い痛い、ひっつき虫が痛い、草ぼうぼうや、まだにまだにがひっついてくる。
味ばけずちゃうし。参ったな。あそこで寝ま。無理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 、危ない危ない。ちょっとね、時間間違えた。撤収。今日もわかんかな。撤収ですね。こんにちは。おっちゃんの船？そう。楽しいな。つい先ほどしたんや。あの上にあったやつ。はい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 。もうこの車ですぐおっちゃんでわかるわ。当てた後だからね。え、今から出かけんの？いやいやいや。上置いてた高いもん。一応ざーっと上で置いては落としてきたやん。なるほどなるほど。だけど。どう、あそこカマスまだ釣れてます？いや、知らんねん。知らんの？もう3日ぐらいになるんや。あのいかんようなんて。いやいや、エビ網終わって。あ、終わって、うん、20日やって10日休んで、20日やって10日休んで、かこの間の13日やったかな、あれで13日やったかな、それで、うん、土曜日が10日、20日お杉さん。なるほど。お杉さんが赤くなったの。赤くなった。ああ、じゃあ大潮のタイミングで出へん。そうそう、あの月が大きなったらね、もう出へん。今日なんかすごい月らしいね。なんかあーそう、スーパームーンかなんかテレビで騒いでました、見れない。だからね、あの彗星はまだ見えるんかい。いや、わかるな。なんか彗星ね、いつまでも見えるかわからんとか言ってたから。お、じゃあこの船でいつも内通に行ってんの？だいたい何でもいい。何でもいい、もう釣れたらいい。2日しかやらんもん。もう釣れたらいいみたいな。そうそうそう。もう自分の数だけな。なるほどなるほど。魚好きやな。うんうんうん、俺も好きやし。ありがとうございました。穴釣りやってみたいな。次は穴釣りにします。お、結構イカスミ。イカスミ。これやえんやな。あ、なんかハサミ忘れてる。あ、カチカチ。よいしょ。ここも一級ポイントです。うわ。今日はここで粘って、さあ、時間になってきたんでね、もうそんなに移動もできないんで、ここでね、日が暮れるまで回遊のイカでも待ちます。はい、またまたね、せっかく来たんですけどね、あのバッテリーが切れてました。今ね、スマホでね、撮影してきます。はい、これね、拾ったエギです。まあ、拾ったエギの中でもね、比較的綺麗なやつでね、撮ってるのね。
から取れてなかったやろ。